今回は静岡記念で勝負でーす。静岡といえば、はい、お茶の生産量が日本一ですね。でもね、うん、栃木もね負けてませんよ。お宇都宮の餃子の購入額、うん、浜松を抜いて日本一になりました。やったー。ごめんねごめんね。ところでりょうちゃんは、はい、浜松派宇都宮派どっち派？私はどっちかというと大宮ですかね。平原選手のファンだから。平原選手そういうことか。というわけで静岡記念八王子賞争奪戦どうぞお楽しみに。